できるだけたくさんのことをお伝えしようとしてしまいがちなんですよですからもうたくさん時間が欲しいと思ってるのはもう本音なはずですただお客様ですねえ、皆様どうもこんにちはこんばんはの方はこんばんは株式会社速決営業人情派の井ですえー、本日は皆様にですねお客様に真剣に話を聞いてもらうフレーズ5000ということでねお伝えしていきます で、このね、話の前に、まずお伝えしたいのはですね、ちゃんとお客様って話聞いてくれてますかっていうことなんですよ。で、何かと言いますとね、これね、話は聞いてくれてると思います。話は聞いてくれてます。ただ、これね、聞いてるだけだと意味がないわけなんですよ。聞いてるだけではなくて、それが伝わらないとダメなわけなんですよね。例えば、なんかちゃんと説明してお話したにもかかわらず、なんかまた同じ質問されるとかあるじゃないですか。 とかなんかね、こちらが必死に喋ってるんですけど、なんか結局何が言いたいかよく分からなく、伝わらず終わってしまったっていうケースですよね。で、こういうのってね、すべてやっぱ共通することって、聞いてもらってでも意味がなくて、ちゃんと伝わってないと意味がない。ね、真剣に聞いてもらってないと意味がないっていうことなんですよね。で、これ基本的にね、営業が扱ってるまあ商品やサービスって、まずね、粗悪なものなんてまずないんですよ。 ですからね、お客さんがもし真剣に聞いてくれてちゃんと伝わったら、え、めっちゃいいやんって普通なるはずなんです。で、それだけで、もう営業が上手い、下手とか関係なく、ちゃんと真剣に聞いてくれて伝わっただけで、もう契約率で絶対上がるようになってるんですよ。ただ事実としてね、多くの営業さんってこのね、自分の話を真剣に聞いてもらってないわけなんですね。で、その理由って、いわゆる相手の注意をちゃんと引きつけれてなかったりですね、またお客さんを聞く体制にさせれてないっていうことなんですね。 で、そこでこの話になるわけですよ。相手に真剣に話を聞いてもらうための前置きフレーズ。5ついきましょう。ということなんですね。で、このね、お客さんに真剣に聞いてもらうフレーズって実はたくさんあるんですよ。そんな中で、まあ、絞って5つお伝えしていきますね。えー、ぜひですね、1つでも多く使えるように頑張ってってください。そ決営業。えー、それではどんどん行きましょう。まずは1つ目です。それは、個数で区切るということです。 まずですね、ちゃんと相手の集中力を切らさないために、まずこの個数で区切るということを伝えましょう。簡単です。えー、例えばですけども、ポイントを3つお伝えさせていただきますね。とか、えー、今日はじゃあ5つお伝えさせていただきます。とか、こんな感じですね。まず具体的な個数をちゃんと伝えましょうねということです。 え、これちなみになんですけど、じゃあ3つお伝えしますって言って、極論は別に3つじゃなくてもいいっていう感じなんですよ。これ、狙いは何か一番大事なことは何かと言いますと、これはね、しっかり終わりを伝えるということなんです。この終わりを伝えてから話し始めましょうねってことなんですね。で、このね、終わりを見せてあげてなかったら、お客さんはね、真剣に話を聞かないんですよ。 なぜなら、いつ終わるかを伝えずに話が始まると、もうね、これってね、集中力は持たないんですね。もう、持って最初の3分ぐらいだと思っててください。で、この3分集中力が切れたとどう思ってるかです。もうね、この話、いつ終わるんやろうか、と思って聞いてるわけなんですよ。もうね、めんどくさいんですよ、残念ながら。 これがもしなんか自分自身がもうめちゃくちゃ興味ある話やったら別に終わりが分かってなくてもそれを楽しみに聞いてくれます。ただそんな現場まずないですよね。営業さんから話聞いてくれてくれっていう形でね、こっちから行って話を聞いてもらってる時間を作ってもらってるわけなんですよ。ですからね、もう実はね、もうそもそもめんどくさいわけなんですよ。そういった意味でね、もうね、あの終わりをつけてなかったらこの話いつ終わるんとしかもう思ってないって感じですね。 ですので、まず最初にあのお話をする前に必ずしっかり終わりを個数で告げてあげてください。今日、〇〇さんがお伝えしたいことは3つにまとめさせていただきました。と、こういった形をしっかり前置きしてからです。えー、いわゆるこの後のプレゼンテーションなどを行っていってくださいってことなんですね。で、これによってね、まあ、ほんなら3つなら聞いてみようかとか、なんかこの意識はしてなくても、無意識の中で、まあ、3つ聞いたら終わるなっていう形で、ちゃんと集中力を持つ体制を作ってくれるわけなんですよ。 皆様もね、例えば逆の立場で、じゃあ、例えば、時給層とかでね、いつ終わるか分からん時給走走れって言われたら、もうめっちゃしんどいはずです。で、これがね、工程最後、3週だけしたら終わりねって言われてから走るのでは、もう全く違うはずです。ですので、何度もお伝えしますけど、まずは、えしっかり3つお伝えさせていただきますねっていう形で、しっかり終わりがあることを告げてからお話ししていきましょう。ということでした。それでは、サクサク、次いきます。2つ目です。それはですね、 時間を区切るということです。このね、時間もしっかり伝えてから喋るのがいいですね。例えば、私の自己紹介、3分だけお付き合いください。とか、もしくは、あの、5分だけで終わりますのでね、お時間お付き合いください。えー、などですね。えー、これもね、先ほどと理由は全く同じです。まず、終わりを伝えておきましょうね、ということなんですよ。 まあこれもね、営業やってる方だったらわかると思いますけども、極論ね、もう3分や5分で終わる必要なんか全くないんですよ。まあ、終わればベターっていうぐらいです。大事なのはその何分で終わったじゃなくて、基準ね、まず終わりを告げておくということなんですよ。ですからそれが先ほどは個数でしたけど、そうではなくて、時間で区切って、時間で終わりを告げておきましょうねっていうやり方ですね。 え、これによってですね、先ほどと同じく、やはりこの終わりが見えると、やはり集中してくれます。いわゆる、真剣に聞いてくれるようになるわけなんですね。ただ、これがですよ、またいつ終わるかわからない。終わりが告げられてなくて、なんかいつ終わんねやろってなったら、とにかく集中力を持ちません。もう本当最近で言うとね、あの、オリンピックのね、あの、バッハ会長の話ですよね。えー、結構ね、ニュースで長かったっていうね、報道ありましたけど、私もあれまさに見てました。もう本当にね、もう言葉悪いですけど、 このおっちゃん、いつまで喋んねやろと思ったのがもう本音ですね。とか聞いてて、え、まだおらえ、いつ終わるんっていう感じでしたね。これ同じく思った方、非常に多いと思います。ですから、皆さんもね、やっぱ逆の立場になったらやっぱ一緒なはずです。これね、営業さんはやっぱ良さを伝えるために、やっぱできるだけたくさんのことをお伝えしようとしてしまいがちなんですよ。ですから、もうたくさん時間が欲しいと思ってるのはもう本音なはずです。 ただ、お客様はですね、少しでも早く終わってほしいって思ってるわけなんですね。ですから、ちゃんとね、話の前にしっかり、〇〇分だけお付き合いくださいっていう形で、ちゃんと終わりを告げておきましょう。 で、またですね、言い方も、こういう言い方が効果的です。あの、たくさんお伝えしたいことはあるんですけども、そんな中で絞ってお伝えさせていただきますので、あの、10分間だけお付き合いください。と、こういう形で伝えたら、えー、さらにお客さんもやっぱ真剣に聞いてくれようとしますから、えー、こういった前置きフレーズも非常に大事なのでね、ぜひ使ってくださいね。えー、何度も言いますけど、しっかり時間や個数、終わりを告げてから話をしましょうね。ということでした。それでは、3つ目いきます。えー、それはですね、 実績を語ってから重要なことを話すということです。これめちゃめちゃ効果的なんでね、しっかり分かってください。えー、人はですね、権威に屈服するという言葉があります。まあどういうことかというと、人はですね、この実績や権威に、まあ、素直になっちゃうよということですね。まあ例えばですけどね、あの病院でですよ、この白衣を着ている人の話は人はもう素直に聞きます。これはですね、その人の話を信用しているのではないんですよ。この白衣を着てらっしゃる医者という 実績や権威に素直になってるっていうことなんですね。はい。この権威や実績を信用しているよということなんですよ。これ、お医者さんにですよ。白衣を着てるお医者さんに大丈夫ですよって言われたから、あ、よかったって安心するのであって、これが医者でもない、まあ、例えば友達にですよ。体調悪い。大丈夫やってとか言われたら、これ分かりますよね。そんな勝手なこと言うなやってなるわけなんですよ。それはそのお友達にですね、その医学的ないわゆる権威や実績がないからです。 ですので人はね、この権威や実績には素直に話を聞こうとするわけなんですよ。ですので営業でね、これを利用しましょうということなんですね。えー、具体的にはですね、この最も伝えたいことがあるその前です。その前に実績を語りましょうということですね。えー、具体的にはこんな感じですね。えー、私ですね、今までもう延べですね、1000人以上の方の問題解決をしてきてるから言い切れるんですけどね。あの、御社ですね、このままじゃ まずいいででですすすっていうここんな感じですよねね、えー、れがですね何も置かずに「いやこのままやとね御社ねまずいです」って言ったところでなんかね何の重みも持たないんですよ言葉に。ですからそれがですねこの「まずいです」って伝える前に私述べ何百人何千人という方を問題解決をしてきたとかですよね。こういう具体的な実績が入るとその後の言葉に重みが増すわけなんですよ。 で、これは私自身もね、本当によく使ってます。例えば、こうね、コンサルをさせてもらってて、何か伝えたいことがあるときにですね、私、年間で100人以上の方のトークを聞いてて、延べ1000人以上の方のトークを聞かせてもらってるんですね。その上で断言するんですけど、〇〇ですって言うと、この〇〇が強調されるわけなんですよ。で、やっぱりよく刺さるわけなんですね。で、もう皆さんこれ気づいてる通り、この数字ですね、具体的な数字は、多ければ多いほどやはり刺さります。 ですので、月間で何十人よりは、年間で何百人の方が効果的ですよね。で、まだね、この年間で何百人というよりも、もう、延べ何千人という、こういう言葉の方が重みが伝わります。えー、ですからね、本当に今、あの、自分のね、実績や数字を、しっかりここに当てはめて喋っていくようにしていってください。で、またですね、こう、初めてなんかまだ1ヶ月しかしてないとかいう人だったらどうしたらいいか。これは簡単です。何かと言いますと、 私の実績ではなくて、我々という実績を使っていくようにしてください。えー、要するに我々、会社の実績を使いましょうねということなんですね。えー、具体的にはですね、我々、この30年でですね、1万件のこの実績があるからこそ言い切れることがあるんです。それはですね、まるです。とかこんな感じですよね。という形でですね、私だけじゃなくて、我々というものも実績になります。 えー、そういった意味でね、これどれが自分にね、一番合うか、そのトークはね、ぜひ自分自身で考えてみてください。えー、大事なことはですね、最も伝えたいこと、ね、真剣に聞いてもらいたい言葉の前に実績を語ってから行きましょうね、ということでした。非常に効果的なんでね、えー、口癖になるぐらいね、もう何度も何度もこのトークはね、練習してほしいです。それでは4つ目行きましょう。これはですね、事実としてです、えー。このですね、事実としてというこのフレーズですね、もう私ももう多用してます。 もう、ですから皆さんもね、しっかり意識して使うようにしてください。えー、これね、特にどういう時に使うといいかっていうと、比較ですね。この比較を作るときです。で、これまずね、心理学的に分かっておいてほしいことあるんですよ。これですね、人は、まあ、要するにその商品がいいとか悪いとか、で、またこの商品が高いとか安いとか感じるのってですね、何かと比較して感じてるっていうことなんですよ。 はい。比較で感じているってことなんですね。ですから、他社のサービスはこうです。それに比べてうちはここまでさせてもらってます。と伝えると、この比較によって、おー、ええー、やんかってなるわけなんですね。また、費用もですね、えー、例えば他社の料金は60万円。それに比べてうちは48万円です。って伝えると、おー、安いやんってなるわけなんですよ。例えばですけど、皆さんもね、これラーメン屋に入るじゃないですか。もう勝手に比較してます。 お、この店雰囲気なんかええやんっていうのは、なんか今までのラーメン屋と比較して雰囲気いいやんって思ってるわけなんですね。また、お、この味噌ラーメンめちゃ美味しいって思うのは、結局、過去の味噌ラーメンと比較して美味しいって感じてることなんですよ。ですから営業の現場において、他社はこう、それに対してうちはこうですって、この比較を作るっていうのはとても効果的です。ですので、この比較を作ってお話ししてる営業さんは多いんですけども、抜けてしまってることがあるんですよ。 大事なことが抜けてます。それが、事実としてっていうこのフレーズですね。えー、これがないとね、実はね、単なる悪口として捉えてられてしまうケースがね、たくさんあるわけなんですよ。で、これがとにかくダメです。まあ、悪口と捉えられてしまって、もうダメなのは簡単です。まあ、なぜならね、やはりこの悪口を言う人を、人は信用まずしませんね。で、何かの悪口を聞いてて、気分は良くなることは絶対ないわけなんですよ。 で、何よりね、このね、悪口がなぜダメかというと、これ科学的に証明されてるんですけど、これ要するにね、悪口ってのは、まあ、誰かや何かの、このね、価値を下げる行為なわけなんですよ。で、このね、誰かや何かのこの価値を下げるという行為自体が、その価値を下げてしまってるわけなんですよ。要するに、悪口を言う、何かの価値を落とす。 その結果、それ以上に、この自分の価値が下がってますよっていうことなんですよ。ですからね、この悪口を喋れば喋るほどです。もうあなたの価値が下がります。そして価値が低い人の話は、価値が低い人の話と認識されてしまいます。真剣に聞こうって値しないわけなんですね。そういった意味で、このね、悪口と捉えられてしまっては絶対ダメだよってことなんですね。じゃあどうしたらいいかです。これ具体的にはどうしたらいいかというと、事実としてっていうこの一言を付け加えましょうねということなんですね。 もう私自身もね、ここはね、もうめちゃめちゃ気を使います。えー、具体的にはね、ここまで気を使って言うっていう感じですね。〇〇さんもですね、これね、私、悪口を言いたいわけではないですよ。悪口を言いたいわけではないんですが、事実としてです。事実として、あの、〇〇社さんのサービスに、これってついてないんですよ。ですから、他のお客様からも、やっぱこういうのがなくて困ってるねんなっていう話、もう事実としてよく聞きます。それに対してうちは、しっ やはりこの部分に対してのアフターフォローやサービスをここまでさせていただいてます。とこんな感じですね、えー。悪口を言いたいわけじゃないんですよ。事実としてですよっていうのをもうはっきりわかりやすく伝えるっていう感じです。ここまで言うとようやく予算はその悪口として捉えるんじゃなくて、あ、事実この会社はこういうの続いてないんやなっていう、こうやってちゃんと素直に聞き入れてくれるわけなんですよ。 ですから先ほどの比較ですよね。これが綺麗に入るわけなんですね。これがですよ、事実としてっていう前置きがなくてですね、悪口ではないですよっていう前置きがなく喋ってしまったら、こんな感じになるわけですよ。これね、〇〇社さんのサービスには、あの、こういうサービスがなくて、いや、実際困ってんねんなって方めちゃめちゃいるんですよ。〇〇さんもそういうことで困ってないですかとかね、こういう言い方をすると、やっぱりね、悪口を言う営業さんって感じで非常に印象が悪いんですよ。なんだったら、なんか、お客さんの立場に言ったら、あ 困ってるって言ってほしいんですよね。みたいな。なんかもう無理やり誘導されてる感じにも聞こえるわけなんですね。で、こうね、冷静に聞いたらわかるはずなんですよ。冷静に聞いたらわかるんですけども、やっぱり考え方としてやっぱこの考え方がなくて、もう事実としてこのね、あの悪口を言ってしまってる営業さんってもうたくさんいらっしゃいます。えー、ですからね、ぜひ皆さんもそうならないように、あの、 悪口を言いたいわけじゃないんですよ。事実として他者さんはこうなんです。で、こういう声めちゃめちゃ聞きますっていう、こうの言い方をね、えー、しっかりできるようにしていきましょう。ということでした。えー、それではラスト。5つ目行きましょう。えー、それはですね、自分の気持ちや感情を先に伝えるということです。これもね、もうめちゃ効果的です。お客さんが真剣に聞いてくれますから、ぜひ使ってください。えー、簡単です。何かを伝える前に自分の感情を伝えるだけです。えー、具体的なはですね、これ、私もね、すっごい ごく嬉しかったことなんですけど。とかですね。えー、他には、これ私自身ね、めちゃめちゃびっくりしたんですけどね。とか、こういったことですね、自分がどう感じたか、どう思ったのかっていうのを先に伝えてから、この後に伝えていきましょうということです。で、なぜかというとね、やはりね、この自分の感情を伝えた、そうするとお客さんが、えー、な何々ってなるわけなんですよ。まあ、いわゆる、引きつけられるっていうのはこういうことですよね。こういう前置きがなくですよ。普通に、まるなんです。 でで普通に伝えられるよりもですねこれね私自身めちゃめちゃ驚いたんですけどねまるなんです。とこう前置きされたらまずね何やろうって引きつけられるわけなんですよ、えー、ですからねお客さんこの後の言葉が非常に刺さるわけなんですね、えー、ですからこういった自分の感情や気持ちを先に伝えましょうってことですまあこのあの3つ目にお話した実績の後にしゃべるっていうのと非常に似てますね その後の言葉にですね、まあ、重みや興味を持たせるという意味では非常に効果的なフレーズです。で、こういう言葉ってもうたくさんあります。えー、例えばですけどね、これね、私ね、聞いた時ね、もう嬉しくて飛び跳ねたんですけど、とかですよね。あの、なんか普通のね、日常会話とかでも一緒です。ちょっと聞いて、昨日さ、もうめちゃめちゃ悔しいこと起きてんけどさ、と言われたら普通に、え、何にってこうね、やっぱりね、聞き耳を立てちゃうわけなんですよ。 と、このようにですね、やはりね、話が上手な人を冷静に分析したら、やはりね、こういうことをたくさん使われてます。ですので、こういった形でね、お客様にしっかり伝えたいことですね、最もこれを絶対伝えたいっていうことは、その前にですね、えー、しっかり自分の気持ちや感情、これを伝えておきましょうね、というやり方でした。素欠営業ということでね、絞、えー、って以上5つお伝えさせていただきました。で、こういった前置きフレーズですね、やっぱトップセールスってね、やっぱよく使います。 でこれやっぱりね使えるのがですねちゃんと具体的に準備してるからなんですよでこのね具体的とということが大事ですなぜかというとねお客様に真剣に話聞いてもらうっていうこの概念なんてもう誰もが大事って分かってるわけじゃないですかですからねこのね概念だけ学んだところで売り上げなんか上がるわけないんですよまあそれこそですねなんか人間力を鍛えるとかですよね信頼を勝ち取るとかまあ、こういう概念って、まあ、聞いたらそらそやなんでなるわけなんですよ でそんなね誰もが分かってますですからそんな概念が分かったところで実はね売り上げの差は出ません売り上げの差です結果はどこで出るかこれはね具体的なトークがあるかどうかなんですね例えばお客様に信頼をしてもらうじゃあその信頼をしてもらうための具体的なトークって何なんですかってことなんですよで実際ですねこのね具体的ににって言われた時に どうしたらいいか分からないって方がほとんどなわけなんですよ。ですからもしね、こう概念は確かに分かってる。でも具体的にどうしたらいいですかって言われたときに、なんか具体的なトークは分からないっていう方ですよね。もうちょうどよかったです。ぜひ我々即決営業のですね、セミナーにご参加ください。あなたのですね、営業人生のいわゆるターニングポイントになります。で、これ理由はですね、実はね、私自身がね、バリバリのセミナーマニアなんですよ、実は。ももうね自己投資大好きでもう 日本中数々の営業セミナーやこういうセミナー研修に参加してきたから分かるんですよ。これね、あの、もう絶対にですよ。これ悪口言いたいわけじゃないですね、悪口を言いたいわけじゃなくてこれ、事実として、やっぱいろんなセミナーってね、こういうね、概念を伝えて終わってしまってるセミナーがほとんどなんですよ、実は。で、それがじゃあ分かったところで、売り上げに直結するかとかそれまた別の話なんですね。それに比べてですね、このうちの研修やセミナーに出た方が、なぜ売り上げ上がるか、これはもう理由は一つです。 具体的な投稿を学んでもららってるからなんですねですから売上に直結していきますですのでもっと売り上げを上げたいという方はね是非ご参加ください、えー、私乾もですね自信持ってさせてもらってますからそこまで言うなら出てみようかっていう方はね是非参加してみてくださいその想像をはるかに上に行く自信があります、えー、私はですね大阪で待ってますでまたですねあのウェブでもやっておりますのでね全国からのご参加是非お待ちしております疑うな信じるな 確かめろぜひ確かめきてくださいね、えー、そしてこのチャンネルではですね、こういった即決の技術を伝え、営業さの売り上げを上げるために日々動画を配信しております。えー、この動画を見てね、なるほどなと思われた方はね、えー、ぜひ高評価、コメント、またね、チャンネル登録よろしくお願いします、えー。成功というのは概念ではなく、具体的なものの積み重ねです。ぜひ一緒に頑張っていきましょう以上、株式会社即決営業人情派の犬でした。どうもありがとうございました